ひとかんない、浅川図です。 はい、カービーです。今回はね、うん、ツイッターで有名な滝沢ガレスの正体っていうことで、なんと週刊文集が記事を、<laughs> ちょっとね、途中から有料記事なんで、最後まで見れないんですけれど、星野源、荒垣、結衣が激怒した滝沢ガレスの正体、KOSFC 卒爽やかなバンドマンがフォロワー274万人の暴露系インフルエンサーになるまでと、スクープということで出しておりますけれど、名前はよく 聞くけどバンドマンなんだね。なんか中の人バレてるらしいよね。もうね。うんうん、うん、これまあことの発端は。 滝沢ガレソが、えっ、ー、と、星野源が、あの、なんか、NHK のアナウンサーかなんかと、あの、ある種、あの、音楽コールを一緒にやってた。そう,そう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 。うん。808の、なんか、歴史みたいなやつやってたりした番組だよね。そうそうそういい番組だったよね。で、まあ、そこで共演してた人と、不倫して、実は離婚したんじゃないかっていうのを、なんとなく、あの、名前は出さずに、 滝沢ガレソがまあ出したんだねあの誰もが知る有名女優さんみたいな感じでっていうなんかもう別居してて離婚は時間の問題ですみたいな出してたもんね。でなんかねそのネットの書き込みみたいなんでその過去にそういうことを予言してた人がいたみたいなんで一気にね夜中にこう広まってトレンドになってでまあがっかりしたなんて言ってる人もいっぱいいたけれど一応まあ公式に。 あれあの日の夜じゃなかったかなあの法的処置もっていうことですぐ出したんだよね。お<う>アミューズがね、ちゃんと表明したと。で、ね、しばらく経ってから星野源が自分の、あの、オールナイトニッポンか。ああ、そうそう。楽器が、電話でゲスト出演かなんかして、まあ、そういうことないですよねっていう感じだったのかな俺ちょっと聞いてないんで分かんないけど、まあ、それはいいサービスだよね。 番組にまさかのゲストで。<laughs> まあ聞いてるね、人はね。そうそう、結果として。あんまりそうだよね。楽器がラジオのイメージないもんな、確かにな。そうね。一応これね、まあこの話としては、 バクロ系 vs バクロ系のドリームマッチが開幕と。<laughs> あれだね、目くそ鼻くそを笑うってこういうことなんだろう、きっとね。<laughs> まあ、そうね。これはでもね、組織と個人、一個人っていうことだから、このね、追消滅しろって書いてる人いっぱいいるけれど。<laughs> 孤独皿とか言われてるよね。<laughs> 毒を持って毒を制すってことだよね。<laughs> これなんかの映画の引用でさ勝った方が我々の敵ってこれ多分ゴジラかガメラだと思うんだよねあ<ー>これねあ、うんじゃあのパターン怪獣同士が三つどもえ見たくなっててはいはいはい,はい <laughs> でもそのねあの残ったやつが人類の敵になるみたいなねはい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 ,はいエイリアン vs アバター勝手に戦えってなんかこのビデオがあるけどこれでもさこのガレソッ で何をきっかけでこの暴露系になったんだろうねまあでも、一番面白かったのは、滝沢カレンから訴えられろっていうね、話も出て <laughs> 大本はそこだよね、まあ、これね、あの一番の被害者は滝沢カレンやろっていうふうにね、書いてますけれど、風評被害もいいとこだからね。このガレソは、ツイッターのこのなんていうか、有料アカウントでこれで稼げてるってことなのかな、この PVO っていうあ<ー>なんかさ、この人さ、YouTube もやり始めたんだけど、全然なんだよね、そっちはね。あ、そうなんだ。全くあの人気でなくて、多分途中で辞めちゃったんじゃなかったかな。うん。実際のとこ、ね、どんだけ儲かってんのかなって、ちょっと気になるわね。この のの収益のやつはねあんだけインプレゾンビみたいなのが湧いてるぐらいだからまあ美味しい人には美味しい商売なのかもね。でほらこういう人って炎上させてたまにその広告というかあれ挟むじゃないアマゾンのアフィリエイトとかさ貼ったりして、うん、夜中にさその星野源のやつが出た時にマジかと思って俺もいろいろこう見たんだけれど、うん、星野源やっぱり怪しいなと思ったんだよなとかさ。 散々世話になって愛子をしてて、ガッキーに行ってろくでもないやつだとかさ、急に叩き始める人がめちゃくちゃ増えたんだよね。はい,はい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 。なんか、ああいうのが一番かっこ悪いよね。そうね。調子に乗ってはしご登っちゃった感じでね。<laughs> そうそう、結局はしご外されてるとは思うんだけれど。うん。なんだろうな、その確定情報じゃねえのに飛びついて、シル馬に乗るっていうのかな、こういうのね。うん、まあ、そういう人たちもね、バッチリデジタルタトゥー残っちゃってるわけですからね。<laughs> 今頃必死になって決 ししてるかもしんないけれど <laughs>、うん、でもさこれを俺元記事確かたまたま当時見てたんだけどもさ別になんかあのおげんかおさんとガッキーとは明言してないんだよねこれギリギリだからガレスは訴えられない戦を狙ったんかもしんないけれど、うん、特定できるような情報を載せてたら、うんはあ、これでもまあ裁判になるんだろうな多分なまあね 億単位にななるみたたいな話もあったよね確かでなんかほら10億円でもみ消したっていう風にもともとあったじゃないそのデマの方が。でそのアミューズの決算報告見るとなんか10億円の特別損失出してるからこれが <laughs> そのお詫び料として <laughs> あの払ったんじゃねえかって言われてるけどその上場企業がそんな一個人みたいな <laughs> 10億円をちょっとこうお詫びで払ったやつをその会社の経費としてみたいなやるわけないじゃんっていう。うんしかもなん,かそんな そんな割と足のつくようなね処理の仕方はしないんじゃないかと思うし素人から憶測されるようなねなんかさ別にこれだけじゃないけれどやっぱりそのなんていうかな飛びつく前にもうちょっと待とうっていうのが重要だと思うんだよねああファクトチェックがねそもそもさそういうのでだすぐ飛びつく人って何その我先にこう発言したいって感じなんかねああ脊髄反射でね脊髄反射で <laughs> 言いたくなっちゃううん しだったらあこの間ほらあのガンダムの主将がほらフリ認めてたでしょ。フレアトルがね。あれだったらもうほら叩かれてもしょうがないじゃん本人認めてるし、<ー>そのもう、まあ、いい年こいてアムロ行きますじゃないんだよって話だけれど。<laughs> そ,うそうね。<laughs> それ言われるわな行きますってな。ああそう行きってカタカナでね。<laughs> ファンを食っちねえ、ずいぶん元気な70歳だけどね、その話もね。そういう、ね、あの人、まあ見た目も若いからね。うん。ベッドの上でね、そういうちょっとアムロのモノマネ的なもんで、あれしたんかもしんないけど。こっちのね、コダンの方のね、アム <laughs> トールさんの方のアムロをね。あで、ほら、あれはもう完全にね、認めてたから。 なんかね、声優さんも、ああいうスキャンダル意外と多いよね。多いね。特にあの男性声優さんね。うん。で、毎回ね、井上和彦がとばっちり食らってね。<laughs> 引き合いに出されるけど。な,なんだっけパイプカットしてるんだっけあの、長井一郎から激怒してなんか、お前もうパイプカットしろってなんか言われたっていう。<laughs> 本当にしたかどうかはわかんないけど。本当かどうかわかんないんだ。うん。ね、有名な話だよね。昔その話やりまくっててっていうね。うん。 だなんか声優のスキャンダル出ると、毎回出てくる井上和彦ほら、あの人もさあの、山ちゃんいるじゃない、あの声優さんね、はいはい、あの人もなんかね、な何度もほら離婚したりして、ね、いろいろこう<う>年の差婚でやってたけれど、ね、4度目か5度目だもんね、今ね。ね まあまあ、それは、ほら別にね、本人が事実だって認めてるし、あれだから別に、そこで、意見がある人は、年の差婚モいとかいうのは、自由は自由だから勝手にしろって思うけれど <laughs>、そもそも確定してないし、本人が否定してるっていう状況の中で、っていう話だよね、うん。なんかゴシップみたいなのは、でもやっぱりずっと儲かるんですかね、やっぱり。 どっちも儲かるんじゃないこれ、その、だから、文春側も、ガレソ側も、これ、まあ、マッチポンプってことはないだろうけどね。まあ、お互いこれで話題を、ただ、 ほらら訴えられてる方はガレソう、うん、が「文春」を訴えたらまたさらに三つどもえで面白いことになるんかもしれないけどね個人情報だみたいなね、えーま、個人的なこのガレスのバンドがどういうバンドなのかすっげえ気になっちゃうんだよねしかも KO 出てるってことでしょう。爽やか系バンドマンってもう今やってることは爽やかのさの字もないだろうけどねいやーでもさほら昔っから言われてるけどさ80年代とかのネオ 大和子系が一番ドロドロしてたよみたいなあ<ー> <laughs> はい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 そうねそうね <laughs> なんかあのネオはこうやってた頃のフリッパーズが一番毒があったよみたいなそういうあれがあるんかもしんないよねあの世界ってねはい、はい、ほんとだで意外とあのハードコアやってる人がお酒飲まなかったりするからねそう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 身の回りほんとそうだねでもね,ね意外とそういう爽やかなバンドマンの方が女ったらしだったり何人も彼女作ってるイメージは確かにあるねはい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 ね小田和正が性格悪いとかね <laughs> よく言われてるしね うん、まあね好き嫌いがすげえ多い人だよねあの人もねまあまあまあそんな感じですけれど、うん、あれはまあフォローしてないからわかんないけどまあただね中には本当にそにガレソが暴いてみたいなやつのパターンもあるからなんかこう昔からまあよく名前は聞く人ではあった かな毒を持って毒を制すっていうことではあるんだろうけれどまあそのちょっと同類叩きみたいなねうん感じでちょっと香ばしく見えちゃうけれどもでもそれにしてもさアミューズとか星野源みたいなでかいところによくこの戦いを仕掛けたよねそうだね賞賛があったのかなそのほらガレスが掴んでるまだ出してない情報があったんかねああ まあ火のないとこにねそのほらガッキーはその火のないところに煙が立ちましたみたいなことをなんか言ってたって言うんでしょあのうん、うん、プロフィールかなんかの方に書いたかなんか忘れたけれどまあまあまあねそういう火をつけやというかねこのガレトさんはそういうところもあるでしょうからうんっていうことですうんまあ俺はねもうガッキーが幸せならそれでいいんですよ <laughs> この間もさガッキーじゃないけどあの内田有紀がさ投球式だっけはい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 。いや ってたけど相変わらず可愛いよね可愛い,いね。内田由紀はね、むしろ俺最近の方が好きかな。全盛期よりも。ねえ<ー>、うん。実写版サイキックソのなんかね、お母さん役とかに出てきたりとかしてね。っていうことでね、まあ、今日はね、あんまり普段こういうこと喋んないですけれど、このね、文春がっていうことでしたけれど。あの、こういうのが出たときは、まずその情報源を疑いっていうのと、 確定するまではあんまり自分の意見は書かない方がいいんじゃないかなっていうね。そうね。まあそれがね、結構加害者側にね、回ったりとかもね。そうそう、そうなの、そうなの。自分がね、その加害者になってしまうパターンもあるわけだから。うん。ああまあ本当慌てて今頃削除してるんかもしれないけれど。うんうんうん。はい。ということで、えー、今回はね、この文春が滝沢ガレソを逆にこの暴露したというか、正体を暴くと。 いうお話でございましたよろしければチャンネル登録お願いします